かどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。2球目は何で来るか。膝元への変化球、ノーボールツーストライク。インサイド落ちました。バッターは2番に入っている上林。野上、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球わずかに外れてボール。変化球は決まりません。
は7番に入っているレア。ツーアウトランナーありません。初球は何から入ってくるか。初球打ち。3回に入ります。7番から始まるホークスの攻撃。打順は下位打線に入っていきます。バッターは松田。ホークス得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。ジャイアンツピッチャーが変わります。一打先制の場面でマウンドに上がる。なおもチャンスは続きます。ここで得点できればぐっと勝利に近づきますから、なんとかものにしたいですね。なるほど、そうですよね。左中間へ、ホークスついに期待を。さあまず9名丁寧に投げてきます。